皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日は小学校5年生の算数、分数を小数に直す方法について説明したいと思います。割り算の小は分数で表すことができました。ですから分数も割り算の形に直すことができるんですね。分数を割り算の形にして計算すると分数を小数にすることができます。分数を割り算の形にして計算すると小数にすることができるんですね。分数はでも割り切れるものばかりではありません。で、割り切れない場合はですね、一応ここでは1000分の1の位を四捨五入して、小数にしたいと思います。1000分の1の位というのは小数第3位のことですね。ではまず1の5分の2、これを割り算の形にすると2割る5でした。これを計算すると0.4 になりますね。5分の2は 0.4 という小数になりました。2番は9分の5です。これは5割る9、これは 0.555 とずっと言ってしまうんですけれど、555で1000分の1の位、小数第3位を四捨五入すると、これは5なので切り上げでここは6になりますね。ということは 0.56 ね、こんな風に表せます。こうやって分数を割り算の形に直して計算すると分数を小数にすることができるということです。では、ここの7台、一緒に練習して、分数を小数にしてみましょう。では1番、1/2、これを割り算の形にすると分子割る分母、こういう形になりますから1割2ですよね。そうすると0.5と、2分の1は 0.5 という分数に、分数が小数になります。2、4分の3、分子割る分母ですからこうですね。そうするとこれは4分の3は 0.75、ね、こんな小数に直すことができます。3分の2です。3分の2は2割る3という割り算に直すことができて、これは 0.666 とずっと続くんですけれど、一応ここでは1000分の1、小数第3位を四捨五入して、これ6ですので切り上げでこれ7になります。ということは 0.67、これが答えですね。4番、5分の10、分子割る分母、10割る5、これはちょうど割り切れて整数の2になります。5番、5分の23、分子割る分母ですから23割る5、こうなりますね。そうすると 4.6 と、5分の23は小数に直すと 4.6 でした。6番、8分の1、分子割る分母、1割8ですね。そうすると皆さんはね、ちゃんと筆算してくださいね。 0.125 と、こんな風になります。7番、2と4分の3、
これは、ね、前にも帯分数勉強しましたけれど、2足す4分の3のことでしたね。ということは、2足す、これ4分の3の部分を割り算に直すと、3割る4、こうなります。と、2足す 0.75 ですから、2.75 2と4分の3は 2.75 になりました、皆さんはどうぞこの動画を参考にしてこのように、ね、割り算に直して、分数を小数に直す練習をしてみてください。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。